皆様グーテなんちゃらゆっくりでございます。最近寒くなりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。ナチ党党大会には行けません。今私はロシアにいます。この世界から赤のペストを駆除するためにここで戦ってます。本当は併合される前のオーストリアが恋しいけど、でも今は忘れたふりをします。私が戦ってるこの土地もきっと東方生存権になるから。じゃねえんだよ、ふざけんなクソがナチなんかクソくらえ。お前初っ端から戦車に突破されてんじゃねえか。対戦車兵器はどうなってんだ。対戦車兵器は、砲兵はどこだ。砲兵はクソったれ。とりあえず取り残された間抜けだけ皆殺しにするか。てかよくよく考えたら自分もここに取り残されてんだよな。砲兵もねえ、戦車もねえ、毎日イワンがぐるぐる。弾もねえ、人もいねえ、充足常にすっかすか。さてどうすっかなぁ、撤退できないぞこれ。出た。嘘やろお前また戦車来たよ。機関銃兵の精神が崩壊したぞ。いてぇ、こっち 7.92mm だぞ。10倍で撃ち返してくるのは卑怯だろ。あ、でも撤退したわ。おかしいな、味方戦車も何もいないのになんで下が